顔真っ赤だな。男の子じゃないか、ヤマト。ポイント到着。ターゲットはラクロス部女子学生。プリプリのピーチやメロンが並ぶ八百屋を堪能だ。この茂みをかき分けるとエウドラトが不審者発見、警備体制レベル4。こんな装置昨日の昼間はなかったぞ。早い、6人ほどの人間がこっちに来る。警備員の動きめっちゃ迅速だな。私はいくらでも切り抜けられるが、お前たちと一緒には姿を見られかねん。そこで3人全員切り抜ける方法は、いちいち言い訳など面倒いな。お前たちは下の川へ逃げ、私は走って逃げる。おいおい、下の川まで高さすげえあるぞ。もう本当は無用、無事戻ってこいよ。さて、私も走って逃げるか。今何か通ったか。気のせいでしょ。それより覗き捕まえないと。おお、この場所よくね。ご機嫌じゃん。ここを俺たちのたまり場にしようか。いいね、みんな集めちゃいますか。そこの連中待つんだ。なんだこの形容しがたいロボットは。なんかすんげえ高性能っぽくね。誰だよこんなん。ここに置いたやつは。ここは私有地だ、立ち退くがいい。これ警備システムか。こんなんしかとっしょ、カメラとかねえよな。まったく驚かせるなよ。こいつ僕をバカにしてやっつけてやろうか。やってみろよ。僕の可変機構を見せて、後悔しても遅いよ。え、可変。残り電源終了までの180秒でケリをつける。姿が変わってく。覚悟し、襲うということ襲われても文句は言えない。自己紹介が遅れたらクッキー第二形態。声まで変わってる。ようやく暴れられる。侵入者を駆逐する。実を言うと、もう敵を切りたくて。え、切りたくてうずうずしているんだ私は。危ないこと明るい声で言った。もう甘えた言葉は通じる。排除させてもザクザクと切る。切るだってどうやって。これは久喜財閥が開発したサーベルで、実際切ることはできないと見せかけて切れる。お前たちに引き返すべき道などない。久喜って、ここあの久喜財閥の所有地かよ。まずいぞみんな、逃げ。逃がさん。早い、回り込みやがった。次また陸上生物に生まれてきた。クッキーダイナミック。ヤバすぎるだろ。しかも久喜財閥、もう近づかねえよ。
防衛成功。言葉だけでは守れるものがある。しかし働くと廃屋が飲みたくなった。しかし覗きとはアホだな。何が楽しいんだ。男として正常なのは俺様たちだぜ。放っておいて。ああ、俺が見てやったんだ、皮のかぶり具合を。この現場にいなくてよかったな、ある意味。根気よくやりゃ向ける。安心しろ、モロ。発展していくモロの股間か。初めて触られた他人が男だったなんて、僕はもう。草木の眠る牛蜜時、今宵こそラブゲット。もう遅い。侵入してしまった。下手に騒いだら一緒の布団にいることがバレるよ。そしたらあら不思議、既成事実が。だから、うりゃ、声出すんじゃねえ。空、観念しろ空。くしゃみだ。私が看護する。私に移して。この牛乳取れたてでいけるらしいぞ。濃くていいわ。ほら、うっすら白いひげができてる。しかし改めて見ると凄まじい食欲だな。私はご飯おかわり程度です。マユッチもなかなかと自分は思うぞ。強さと食欲、そこそこ比例するものさ。夜明けぐらいに起きて山の中で修行してきたもん。まあ自分も朝練はしているが。私から言わせれば栗が少ないって。食事をガツガツ食べるのは江戸では美徳なんだよ。さすが日本だな。自分はそこまで腹に入らん。あんこ、次何おかわり？あ、野菜でお願い。肉系行き過ぎたわ。あ、まあ、卵でも食べてて。よっはっと。お前はこの先も病気とは縁がなさそうだな。うん、そう思
しい。毎日激しい鍛錬、たっぷり食事、寝たいだけ寝る。ワンコに病魔入り込む隙一切なし。そんなもん入ってきたら切ってやるわ。むむむ。マユッチは食べ方が綺麗だな。ああ、育ちの良さがにじみ出ているな。そんなものでしょうか。まあここに露骨な比較対象がいるし。うちは食事作法は奔放な方だからな。クリスは箸の持ち方完璧だね。ああ、ドイツの時に友達のおばさんに教わった。逆に自分のクラスの大串殿は彼みたいに箸の持ち方が違うと気になる。へえ、一緒に食べたこともないのに。ああいうのは目につく。犬はワイルドだがそういうことはできてるからな。ま、大串の箸の使い方なんて放っておくことだね。他人事関係ないよ。クールだなって犬。死者も頭も食べるのか。食べるわよ。すべてエネルギーにしてあげるわ。クリー、お前のアジの開き食べるとこ多く残ってるぞ。そっか。マユッチなんか見事綺麗に食べてるわね。本当だ。比べると随分と自分のは雑だな。私なんか目も食べちゃうわよ。まだまだ自分も未熟だ。日本に来てちょっとでここまで馴染んでるなんて、私にはすごすぎると思いますよ。ああ、気にするな。少しずつ覚えればいいさ。ヤマトさん、まだ寝ているんですかね。さっさと起きて朝ごはん食べればいいのにね。まあ、他の男たちが起こして連れてくるだろう。私、ちょっと様子を見てきますね。ああ、やっちゃったね。川にダイブかな、原因は。だったら俺様だって風邪ひいてるはず。ふふふ、軟弱ボーイのひがみ、みっともね。ジムの割引券をやる。ここでお前も肉体を鍛えろ。で、どうすんだよ。今日クリスと勝負だろ。熱出てたら無理だよ。やめた方がいいよ。だな。風邪でリタイアでもお前の負けだぜ、ヤマト。決闘の延期をお願いしたら。ガクトが原因なんだから責任取ってもらおうよ。どう取るんだよ。実は昨晩ガクトがガイアに自分を捧げるとか言って裸になって庭に飛び出したから全力で止めたせいで風邪をひいたとかどうかな。確かにそれなら女子たちは信じるだろうな。やめろ。俺様がただの変態だと思われるだろう。ああ、もう十分に変態だと思われてるから大丈夫。おいおい、真の変態ってのはこう向こうに置いてある女子の荷物が気になるやつのことだぜ。横目で荷物チラチラ見ないでよ。不気味だよ。今までのメンバーや年下のマユッチには特に意識もしねえけどよ。なんかクリスはまだ免疫熱かたまらねえ時があると思わないか。うわ、俺にはわかんねえな。お子様はお子様ライスでも食って旗集めてろ。お前ならわかるだろ、ヤマト。俺様の血潮が。じゃあどうするの。
手なくせに隠しやがって。もっと俺様みたいにオープンリッチかけろよ。じゃあどうするの？うわ、出たよ。結構むっつりだ。さっぱりわからんね。お前ら実は異星人か？やろう。地球に侵略しに来たけど、環境破壊で汚いからこんな星いらないとか言って帰る社会派だな。なんでだよ。例えば道を歩くお姉さんが春風のいたずらでパンチラとかしたら見るだろ。あ？俺やるなら直接めくるし。イエーイ、スカートめくりってよくやるじゃん。それは小学生で卒業するの、普通は。じゃあどうするの？なんか大変そうだな、ヤマト。ん？吠える元気があれば大丈夫だ。心配したぜ。結構鋭い蹴り放つな、お前。わからないね。でもバレるよ、付き合い長いし。やめなよ、そこまでして戦う問題じゃないって。普段なら風をこじらすからやらないって言うだろうけどな。負けず嫌いじゃん。しょうがない。本当にヤバそうだったら止めるよ。人の気配、誰だ？盗み聞きしてる忍びの者は。にゃーん。なんだ、猫か。にゃ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 。はい。こいつ結構な佐渡だと俺様ほんと強く思うね。あの、私皆さんを呼ぼうと部屋に来て、そしたらお願い。お願いですね。はい、何でしょう。でもそんな状態で勝負なんて。でも。おいおい、無理はよくねえよくねえよ。体大事にしないで血の鼻乗れるかっちゅう話だぜ。夏風もそう言ってますし、ここは。わかりました。これよりクリス対ヤマトの対マンを行うぜ。ジャッジ君、司会進行は私とキャップだ。よろしく。やや風邪気味とのことだが。ゆうべ少し調子悪そうだったもんね。どうしたのよ、お腹痛いとか。そういうわけではないのですが、心配です。別にガチで喧嘩するわけじゃないわよ。そうだけ。